ということで水谷瑞希ミュージックムーン無事に終わったところでありがとうございました。じゃあ今日はベートーベンの話がね、そうベートーベンの話がね、はい、ちょっと残ってるんですよ、はい、だからちょっとお兄さんにお願いして残ってるのをここで話しようか。そうですね、はい、動画が来月ぐらいに上がるんで、そうですね、まあ、続けてみてもいいし、これ見た後上がってきた動画を見てもいいしみたいな感じです、はい、ですね。という感じで、じゃあミュージックムーン撮り逃しコーナー、イエーイ、続編でございます。どこまで話したかと言いますと、まあ、ベートーベンが難聴がひどくなっちゃって、うん、ピアノ演奏家としてやっていたその演奏家を諦め作曲に集中していくという、一時はちょっと自殺も考えつつ失望を感じてもいたけれども、そこを乗り越えて作曲家としての、 あの羽を広げていくというところまでは話せたんです。でそしてちょっとね面白話をポンポンポンとお話ししてたんですが、まあ、一番ベートーベンがその作曲家として乗りに乗っていた、まあ、いわゆる中期の名作と言われるそんな作品の話を全然できなかったんで、それをちょっとお話しできたらなと思います。ミュージックムーンでは私交響曲第3番の英雄が大好きという話をしたんですけど、まあ、この交響曲第3番、まあ、1番2番3番とあって、この3番が一番中期の名作と言われている、まあ、有名な曲らしいんですね。代表曲としてまず英雄という曲が挙げられるんです。これがね1804年ですね。でこれはなんで作られたかっていうと、その時代ナポレオンがまあ君臨していて、そのナポレオンの偉業の話を聞いて英雄を作ったと言われているんですが、まあ、その後ナポレオンはいろんなとこ制圧していきますよね。まあ、その後日なんですけども、結局これはナポレオンのために作ったけども、後でベートーベンはそのナポレオンの行動をとても咎めるんですね。何なんだあの行動は、俺は納得いかないっつって英雄の譜面をベーって切ったという、そんな話もあるぐらい、まあなかなかやっぱりこう気性の荒いベートーベンさん、ナポレオンさんのために作ったはずの英雄をナポレオンさんのものとはせずにこうね、言っていたっていう話があります。英雄ぜひ聴いてみてください。私もオーケストラで1回弾いたんですけどね、とてもいい曲です。まあ、そんなとてもノリに乗った中期の名作第2弾、これ皆さんね聴いたことあるんじゃないかな。ダララ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 ン、弾かないんかいっていうね、ピアノ弾けないんで、ダルルルンダルルルン、さあこの曲何でしょう。はいはい、エリーゼのために、正解です。ごめんごめんごめん、さすが海さん早いですね。そうなんです、海さんもベートーベン実は大好きでね。あ、そうですか。好きでは作曲家の一人です。かっこいいですよね。まあね、髪の毛がワイルドでね、うん、嘘、あそこそこですか。まあ、やっぱりあの名曲の数々はベートーベンさん多いですよ、うん、ね、うん、そうですね。でもお兄さん何がどこが好きなんですか。本当に髪型、髪型好きですよ。髪型ですか。数々の作曲家はみんなカツラじゃないですか、はい、バッハさん、モーツァルトさん、確かに確かに確かに、みんなカツラですよ、うんうん、ベートーベンだけじゃないですか、カツラじゃないの。確かにあれ自毛ですよ ね、 ね、やっぱり耳が聞こえなくなっても作曲をしたとか、はい、ちょっとすごすぎですよ。いやでもそれしかないから。実はうちの社長もめっちゃベートーベン詳しいです。そう、社長だ、今度社長交えたらベートーベン話をしたいです ね、 そうですね。もっといろんな話が出てくると思います。やばいです、うんうんうん、社長のベートーベン物知り具合は、物知り具合は社長もね、かなり勤勉な方なので、もうあれですよ、お兄さんの出ている代表作の送り人です。初、はい、っぱなからベートーベンですかね。そうなんですね。あの元木さんが練習していた曲が第9だったでしょ。そうですよ、第9、ベートーベンといえば第9、その前にエリーゼのためにね、だからいろいろ話もします。だらららエリーゼのために、これはもうあのベートーベンさんがとても大好きな貴族の娘さんね、テレーゼさんっていう方がいらしたんですね。エリーゼじゃなかったんですね。エリーゼじゃなかったんですよ。恋心をその曲に込めたわけです。でもねちょっとね、あのベートーベンさん、あの何ていうんですか、とても熱い男だったんで、なんていうか圧がすごかったですよね、きっとね。テレーゼさんにあの好き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 っていう、多分その圧が強かったのか、テレーゼさんとの声は叶わなかったらしいんです。
ちょっとストーカーっぽく家政婦は見たのようにね、うん、ベッドウィルさんになっていたんでしょうかね、うん、まあでもこうやって作品を残した。で本当はテレーゼのためにっていう譜面には原稿には書いたらしいんですよ、ベートーベンさんは。だけどその後日それを読んだ人が、まあベートーベンさんの字があまりにも読みづらかった、絵と読んじゃったんだね。そう、エリーゼかなっつって、でそれがその今でもエリーゼのためになってしまったっていうね。でお菓子でエリーゼっていう美味しいのが出てるよね。ありますね。それももしかしたらテレーゼだったかもしれないってことだよね。はい、そうですね、うん、なるほど、そうなんですね。まあでもそんな作曲を頑張って頑張って、まあそこら辺の話はちょっと私はあえてあんまり今日は深く追っておりません。最後にお伝えしたいのはさっきお兄さんが言ってた、ね、送り人でも使われている大工でございます。まあ、大工はもうでベートーベンが一番最後に、残した大きな交響曲第9番、皆さん大工というふうに呼んでいますが、これは、まあ、一番有名なのはこのメロディーですよね。もうずっとねプログラムのようにね続いていくんですよ。だから何章何章なんかいまいち分かれてないけど、大工ってみんなそこばっかだもんね大体。そうなんです、そうなんです。あれ全部聞いたらえらいことになりますね。あれ結構長いですよ、そこに行くまで、ここに来るまでが長い。でもそれがなんかその苦難の道から歓喜への道というね、まあ、ベートーベンの印象のような大工なんですけれども、ここで歌われているドイツ語は皆さん知ってますか？私もね一回ね高校の時歌ったんだけどね、もう忘れちゃったな。この詩、私すごく不思議だったんです。この詩っていうのはベートーベンが作ったものなんだろうかと思って、でもね違ったんですね。これはシラーという方の歓喜にキスという詩をベートーベンは実はここに使っているんです。でベートーベンはなんと22歳というとても若い頃だから、まだ耳もそこまで悪くなっていない頃ですね。まだピアノ奏者としても活動している若かりし頃にこのシラーさんの詩と出会いまして、とても感銘を受けました。でいつかこの詩を使いたい、いつか使いたいっていうのを温めて温めて温め抜いて、この大工のここの、まあ、第4楽章、大有名な歓喜の歌ってよく言われてますけども、ここで使ったんですね。ちょっとドイツ語なのでちゃんとした意味は私も実は分からずに歌っておりましたが、皆さんもちょっと読んでみましょう。とてもベートーベンが感銘を受けた詩の内容なんだと思います。まあそんな大工の後日談として映画でも使われていた、送り人でも日本人がよく弾いていたと言われている大工、これはなんで年末に、ね、よく弾かれるのか。年末といえば大工、大工といえば年末とのイメージが日本の中では定着してますよね。なんでだろうねってちょっと調べてみましたら、1940年、まあ太平洋戦争の前ですね、の大晦日に新交響楽団、これは今でいう NHK 交響楽団の前の名前です。新しい交響楽団と書いて新交響楽団が初めてラジオで生放送で流したのがきっかけになったそうで、その後太平洋戦争中には大晦日ではなくてお正月で大工を流した。そして46年からはもう毎年毎年流した、そして1953年末にはテレビがやっと入りまして、テレビで今度はその大工の放送を中継をするようになったというふうな文献があるので、だから最初はこの N 響さんなんですかね。そうですね、知らなかった、だから N 響さんがいつも大晦日に流していた。でもなぜ太平洋戦争中には正月になったんだろうか、そこも不思議ですね。正月なんでしょう、めでたい歓喜の歌っていうぐらいでしょ、そうですね。だからまあそうですよね、でも年末って感じはお兄さんもしないよね。まあだってその詩の内容を読めば読むほど、正月も年始も年末も関係なさそうな。あ、上さん詩の詩の内容知ってる？知ってますよ。あ、教えてください。お友達に向かって、お友よ、
こうと思うみたいな曲じゃん。あ、そうなんだ。もう浜田翔吾と青春ドラマが一緒になったような。おお、と思うよ。確かに浜田翔吾さんよくわかんないけど、うん、なんかそういうこうな青春ソングみたいな。そうではなく、もっと楽しい歌を歌おう、そしてもっと喜びに満ちたものみたいな。ああ、なるほど。だから前向き、超前向きな、うん、ああ、これ、あ、いいんですか、ありがとうございます。本当だ、オートムよ、このような音ではない。そうではなく、もっと楽しい歌を歌おう、そしてもっと喜びに満ちたものを。なるほどね。なんか青春ドラマに出てきそうな。確かに、このような音ではないという言葉が何を否定しているかの、いろいろな捉え方が。もっとあるんじゃない、実はもっと長いのかもしれない。面白い、そうなんですね。でも大工ってどうも、うん、もう日本人にはもう絶対忘れられないというのか、うん、年末のコンサートはこれでしょうみたいな、うん、そうですね、うん、でも これでしょうのここに来るまではとても長いので、皆さんがその多分毎年年末で大工やってますよね。その時にここだけ聞きたいという方には、まあ、一つポイントとしては、まあ、大合唱、合唱団がいます。それとソリストがいます。合唱団がスクってみんなで一斉に立つタイミングがあります、うん、その後から来ます、まあ、いわゆるポップスでいうとサビの部分じゃないですか。イエス、そうです。このサビの部分だけを聞きたい人は、はい、送り人を見ればいい。あ、そうなんですか。すごい宣伝です。いや、でも私もちゃんと見よう。そうなんですね、元木さんもやってたんですね。元木くんがチェロを弾いている姿が、はい、うん、もうちゃんと隣の人に合ってるっていうね。素晴らしい。役者魂を見させていただきましたよ。さすがでございます。今日は違いますね。斉藤幸太郎くんのね、この見えない努力がですよ。斉藤さん、そう、斉藤くんも大変でした。元気かしら。はい、うん、僕と斉藤くん、この英語頑張ってますから。はい、まあ、斉藤さんってワルプにも出ましたよね。出ました出ました、チェロの斉藤さん、ね、はい、素晴らしいチェリストでございます、はい。今台湾とかでも頑張ってます、ね、そうですね、ご活躍ですね。お元気でしょうか。元気ですよ、はい。まあ、でも大工といえばね、バイオリニストとしてはこの一番ジャン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 、さっき弾きましたけど、バイオリンはね、そこね、メロディーを弾いてないんです。みんな歌い手さんがこれをやってて、バイオリン何やってるかぜひ注目してください、はい。もうずっと細かい音でチャ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 、三連符でずっとチャ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 、結構難しいフレーズを頑張っているのに意外と聞こえないっていうね、はい。もうこのバイオリンの悲しきさがよって話ですけども、まあ、ベートーベンさんはでもそういう交響曲の、まあ、マーラーとかにもワーグナーとかにも続く交響曲の基礎を築いたのではないかとも言われていますので、ぜひベートーベンの交響曲は1番から聞いてみてください。のだめカンタービレでも有名になったあの曲、はい、あれもベートーベンなんですよ。あれベートーベンの1番だったかな、7番かな、はい。でもちょっとおすすめです、ベートーベンね。なんかいろいろある昨今、なんかこうちょっと気分転換したいなっていう方にも、たまにはクラシックもよろしいのではないのでしょうか、はい。ということで本日は取り逃し、水谷瑞希の YouTubeでございました。はい、はい、ではミュージックモーンと続けてぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。そうですね、まあ、先にこちらが後悔って感じになるかもしれません。そうですね、ぜひね、はい、皆さん、はい、多分モヤモヤしてる人が何人かいると思うんです。そうだと、はい、申し訳ございません、はい。はい、まあ、でもこれはこれだけでも面白いと思いますね、はいはい。ぜひベートーベン聴いてみてください。ということでベートーベンの面白い話でございました。またね。喋れる歌えるバイオリニスト、水谷瑞希です。毎月第2第4水曜日の夜10時から生放送をやってます。お休み前のひととき、音楽と癒しの30分間、ぜひご覧ください。水谷瑞希でした。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。ご視聴ありがとうございました。
この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。水谷瑞希でした。